特栄京子は日本の元フィギュアスケート選手、ローラースケート選手、専修大学卒、兄はフィギュアスケート選手の特栄洋。満州新京生まれ、スケートは家の庭でリンクを作り練習した。戦後の昭和21年10月に満州より引き上げてきた。一家は栃木県日光市に住む。フィギュアスケート競技では、 小学生6年の12歳の時1947年の第15回全日本選手権圏第1回国体に宮城県代表で出場し3位となる。1954年ローラースケート競技に転校する。1956年の第4回の全日本フィギュア選手権大会から5年連続で1位となる。1956年の全日本選手権では 女子1名の参加であったが、総得点は男子1位を上回った。1959年には、ベルリンで行われた、世界ローラースケートフィギュア選手権大会に、日本代表として出場し、21人中20位となる。1960年引退。創始50年の歩み日本ローラスケート連盟、平成13年1月 P54。 彗星のように出現表情の特江三兄弟、日韓スポーツ昭和25年2月8日4面、日本スケート連盟フィギュア歴代記録女子シングル、アーカイブド2014年2月19日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、全日本ローラースケートフィギュア選手権大会創始50年の、歩み日本ローラースケート連盟平成13年1月、P54。ありがとうございます。